どうも、キーツクネカヤマトです。お願いします。キドニー。マイケル・キング。緊張してきたな。というわけでですね、今回、まずラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでいます。うわぁ、うわぁ、もう。ナースいやぁ、ミスター関。首がね、偉人じゃねえよ。今回の都市伝説はフィクションでしかあまり聞かない日本医療業界の闇である臓器売買。しかし日本においても人身取引による臓器売買の被害自体は実際にあるので、というわけでですね、今回その臓器売買について触れていきたいと思います。今回日本で起きてしまった臓器売買事件は宇和島臓器売買事件といい、2006年に愛媛県で起きた人工透析を受けていた男性が内縁の妻を仲介役にして被害者女性から腎臓の提供を受けたことが発端となった事件なんだ。バントだろ。名誉監督だよ。そして発覚したきっかけは、被害者女性が知人に頼まれて腎臓を提供した、なのに貸していた金銭すら返してくれないと愛媛県警への電話相談で事件が発覚した。芸能人全員降りてこい。おかしいだろ。肩を寄せ合って抱きしめ合わないといけない時代なんだ。2018年。そして周知の通りだけども、日本では臓器売買について臓器を提供したり斡旋する対価として財産上の利益を得ることが禁じられているので、移植のための臓器を斡旋する業者は存在するけども、当然厚生労働省の認可を得る形で業務を行っているのよ。そして宇和島署は移植を受けた患者男性と仲介役をした内縁の妻を逮捕したのよ。そしてドナーとなった女性も書類送検されたのよ。この女性は被害者であり加害者なのよ。逮捕された患者は慢性腎不全を患い人工透析を続けており、宇和島特集会病院に2004年頃から通院し診察を受けていたのよ。ただ翌年の6月頃に症状が悪化したため、医師より早く移植をしないと助からないと言われたことにより移植手術を決意したって。腎臓血通した。もう死んでるだろ。当初は妻が腎臓を提供する予定だったけども、医学的理由により却下され、親族からは臓器提供を断られてしまったのね。そこで同年の夏に、患者は当時個人的に200万円を借金していた女性に腎臓を提供してくれたら300万円を上乗せして返すと胸を伝えたのよ。野球は2アウトからって言われてるかもしれないけれども、腎臓は2アウトで終わりなんだよ。アウトだ。そして8月、女性は患者の妻の妹と偽り病院にて検査を受け腎臓の提供をすることとなり、翌月の末に女性をドナーとして腎臓移植が行われたのよ。この事件は日本においても違法な臓器売買が行われていることを世間に知らしめたもので、大きな衝撃とともに当時報道されたので、さらに似た事件が3年後にも起きてしまったのよ。東京江戸川区の内科病院の院長が慢性腎不全の治療による人工透析に負担を感じたため、暴力団関係者を介して臓器を買うことを決意したので、臓器提供者を虚偽の養子縁組として役所に届け、親族同士の生体腎移植を装って腎臓の提供を受ける約束をし、ドナー紹介の見返りとして暴力団関係者に現金1000万円を支払ったのよ。犠牲フライってことだろ。腎臓投げろ。しかし追加の報酬で折り合いがつかなかったため、途中で頓挫し、別のドナー男性と虚偽の養子縁組をした上で、2010年の7月に紹介者の暴力団関係者に現金800万円を支払い、先ほどと同じ事件と同じの宇和島特集会病院で移植手術を受けたのね。さすがだよね。1回表2アウトランナーなしから逆転サヨナラ満塁ホームラン、松井さん。そして臓器売買によるドナーからの移植であることを執刀医が容疑者から知らされていたなどとして、臓器売買仲介事件の関係先として家宅捜索を受けたのよ。この結果、医師、ドナー候補、ドナー、暴力団関係者7人が逮捕され、9人が起訴されたのよ。今回紹介した同じ病院で起きた2つの事件が氷山の一角とするならば、人身取引からの今も臓器売買も行われている恐れがあるのよ。去年起きたケースだと、日本の NPO 法人難病患者支援の会が仲介した海外での生体腎移植で臓器売買が行われた疑いがある問題で、経済的に困難を抱えるウクライナ人がドナーにされている可能性があるのね。そして親族間を装うため、ドナーのパスポートも偽造され、ウクライナ人に日本語の勉強もさせていたというのよ。裁判所によると、男性は後半で困窮したウクライナ人に報酬を約束して臓器を摘出したなどとする基礎事実を否認してるんだよ。サドンデスだ。もうねえんだよ。